高橋広報、それではよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。山新の高橋彩夫です。まず最初にこの合同演説会を段取ってくれた皆様に厚く御礼申し上げます。私は4年前民主主義の原点に立ち、皆様の代弁者になりますということをお約束して議会に送り出していただきました。しかしそのお約束を十分に果たせなかったのが現状だと思います。しかしこの度私の念願であった議会基本条例が、そこにいらっしゃる南雲議長を中心とした私を含め9名の議員による立案で制定され、議会と議員の役割を明確にしたことにより、その約束を果たせる環境がしっかり整ったものと思います。この条例を絵に描いた餅にしないで、ブナの会、これは高藩の高橋巌、角谷勉、そして私山新の高橋彩夫3人で湯沢町議会で初めての会派を作りました。この3人のメンバープラス議員有志で最低月1回以上皆さんと意見交換をし、あんなことが決まったの、こんなことが行われたのということがないよう、情報を皆様に速やかにお知らせし、一緒に考え、皆さんの意思がまちづくりに生かされるよう精一杯頑張ります。また今一番心配されている少子高齢化の問題では、私の息子もそうですが、年収が200万やそこいらでは結婚もなかなかできないし、安心して子作り子育てができる環境ではありません。当然若い人たちの定住人口も増えないのが現状です。湯沢町の経済を活性化し、平均所得を上げることが最優先であり、そのためにはこの町の柱産業である観光業の活性化と他の産業との連携が最優先と思います。三国三俣には上信越高原国立公園をはじめ、苗場山、平良廟、清津川、三宿の本陣、脇本陣、荒戸城、旧三国街道、夢神社、ドラゴンドラと2つのロープウェイ、山鳥原公園、ボードウォーク、フジロックがあります。土だる中里には魚野川、源流、大源田川、万太郎、よもぎ、重倉、随州湾、上越線の清水トンネルや橋脚、急カーブ、土だる河川公園、フィッシングパーク、ホタルの里、片栗の里、旭原公墓と大源田キャニオンがあります。そして神立湯沢には魚野川、秋葉山、小雪雪国、諏訪社、魚沼、多聞、熊野の各神社、百番観音、石城古戦と縄文文化、穴沢公園、滝の沢公園、スポーツ公園、カルチャーセンター、門戸公園と湯沢小学校があります。この他湯沢には私たちが気づかないまだまだたくさんの宝があります。それぞれの地域の自然や文化を、そして現在ある施設、そういった地域の特徴を生かした観光振興による経済の活性化策を、それぞれの地域の皆さんと一緒に考え、議会で提案し、皆さんの意思が反映された行政を行ってもらい、一人一人の所得倍増を目指します。町民、各種団体、行政が共同でのまちづくりができるよう、議会の一員として精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。最後になりますが、必ず新しい湯沢町を作る元年にしますので、ぜひ皆様の応援をよろしくお願いいたします。